外交防衛委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに熊野誠司君、伊原拓実君および滝見敬三君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、山田博史君および新藤兼彦君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、外務大臣官房審議官、飯島敏郎君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国際協力機構理事、田中康君および同理事、本瀬幸三君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。外交防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。中西聡君。